大川上三好府神社は、高知県上石河北町にある神社。式内社で、旧社格は、剣社。社殿には名工による精緻な彫刻が施され、建造当時は、土佐日光と呼ばれた。国道195号沿いの道の駅ビラフ前の、信号から北へ、約100メートルの場所にある。神社の名になっている、三好根野の三好は、ミラとも読まれにいラの古語である。 当地の地名は、ニラ・イクノであり、ニラ星は、ニラフとも読め、ビラフと同義である。当社の創建は、有略天皇の時代と言われているが伝承の息を出ない。古記録によれば、平安時代前期の上は8年以前から存在していたとの記述がある。延長5年に編纂された、演技式新名帳にも、土座国上軍四座並将の一座として、記載されている。古くは、 川上大明神、大河上宮とも呼ばれており、二老号五十河村の総鎮守である。幕末の開栄五年十二月二日、直線により、深海が最高位の小一くらいとなった。境内には樹齢千年とも言われる杉の巨木があり、五神木となっている。樹高は約40メートル。毎年十一月二日から三日の二日間も様される。 高知県無形民族文化財に指定されている、オナバレと呼ばれる、御信仰が行われる。オナバレでは、棒打ち、五番ぶり、三越行列、花高、千後行列、約五メートルの棒の先に鳥毛などをつけた鳥毛、羽熊などが行われる。また、境内には、建物内に周り舞台を持った艶殿があり、江戸時代中期の延長4年より、毎年、狂言が上演されている。 高知県の歴史散歩では名称をビラフ神社としており大川城は継承であるとしている。鳥居の変額や高知県文化財登録名は大川上三好夫神社、拝殿の変額は小一位ビラ夫神社、説明版は小一位大川上三好夫神社となっている。昭和九年文部省国時代四十五号、重要美術品等の保存に関する物件認定、ウィキソース、 1934年9月1日、文化遺産オンライン。ありがとうございます。